マイケル・オースリー・マダックスは、アメリカ合衆国オハイオ州、モンゴメリーグンデートン出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左打。2018年シーズンから、MLB のセントルイス・カージナルスの投手コーチを、務める。実定は、元プロ野球選手のグレッグ・マダックス。1979年の MLB ドラフト36巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、 テキサス大学、エルパソコーへ進学した。1982年の MLB ドラフト5巡目で、フィラデルフィアフィリーズから指名され、6月21日に契約。契約後、参カの A-9 ベンドフィリーズでプロデビュー。11試合に登板して3勝6敗、防御率3.9959奪三振の成績を残した。 1983年は A 級スパルタンバーグスピナーズ、A 級ペニンシュラパイロッツ、A 級レディングフィリーズでプレー。A 級ペニンシュラでは14試合に先発登板して8勝4敗、防御率3.6278奪三振の成績を残した。1984年は A 級レディングとトリプル A 級ポートランドビーバーズでプレー。 トリプル A 級ポートランドでは8試合に先発登板して2勝4敗、防御率5.8422奪三振の成績を残した。1985年はトリプル A 級ポートランドでプレーし、27試合に登板して9勝12敗、防御率5.3196奪三振の成績を残した。1986年はトリプル A 級ポートランドで開幕を迎え、 6月にメジャーへ昇格。6月3日のロサンゼルスドジャース戦で先発起用されメジャーデビュー。初回から4失点を失い、2回にも1失点し、2回1死で降板。この日は5安打5失点に死球と抑えられず、メジャー初黒星を喫した。この年は16試合に先発登板して3勝7敗、防御率5.4244奪三振の成績を残した。 1987年はトリプル A 級メインガイズで開幕を迎え8月にメジャーへ昇格昇格後2試合は先発として登板していたが3度目の登板となった9月5日のサンフランシスコジャイアンツ戦からリリーフに転向この年は7試合に登板して2勝0敗防御率2.6515奪三振の成績を残した 1988年はリリーフとして開幕ロースター入りし5試合に登板後4月にトリプル A 級メインへ降格した6月に先発としてメジャーへ再昇格したが8月下旬から再びリリーフに転向この年は25試合に登板して4勝3敗防御率3.7659奪三振の成績を残した 1989年はリリーフとして開幕を迎え、4月29日の新シ品シィレッズ戦から先発に転向。同試合では9回を2アンダム失点1494脱三振に抑え、メジャー初完封を記録した。この年は16試合に登板して1勝3敗1、西部、防御率5.1526脱三振の成績を残した。 オフの11月20日に放出された。1989年12月21日にドジャースと契約。1990年は参カのトリプル A 級アルバカーキデュークスで開幕を迎え、5月にメジャーへ昇格した。昇格後はリリーフとして9試合に登板していたが、防御率4.15と結果を残していないまま、6月から先発に転向。 6月6日のアトランタブレーブス戦では3回に失点で降板し、2度目の先発となった12日のヒューストンアストロズ戦では、5アンダ5失点で1死しか取れず降板し、トリプル A 級アルバカーキへ降格した。この年は11試合に登板して0勝1敗、防御率6.5311奪三振の成績を残した。10月15日に FA となった。 1991年3月30日にサンディエゴパドレスと契約。開幕後はリリーフに定着し、自己最多でチームトップタイの64試合に登板。7勝2敗5セーブ、防御率2.4657奪三振の成績を残した。1992年は開幕から15日間の故障者リスト入りし、4月27日に復帰。 復帰後は前年と同様にリリーフに定着。この年は50試合に登板して2勝2敗後セーブ、防御率2.3760奪三振の成績を残した。1992年12月17日に、ロジャー・メイソン、マイク・フレータスとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。1993年はリリーフとして58試合に、 登板して3勝8敗後セーブ、防御率3.6057脱三振の成績を残した。1994年は27試合に登板して2勝1敗2セーブ、防御率5.1132脱三振の成績を残した。オフの10月18日に FA となった。1995年4月10日にピッツバーグパイレーツと契約。 昇格後は8試合に登板したが、防御率9.00と結果を出せず、5月16日に放出された。1995年5月30日に、ボストンレッドソックスと契約。移籍後は36試合に登板して4勝1敗。1セーブ、防御率3.6165奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となったが、 12月15日にレッドソックスと再契約した。1996年は開幕ロースター入りし、開幕後は13試合に登板していたが、5月6日に15日間の故障者リスト入りした。8月6日に復帰。復帰後は先発に転向した。この年は23試合に登板して3勝2敗、防御率4.4832奪三振の成績を残した。 オフの11月1日に FA となったが12月7日にレッドソックスと再契約した。1997年3月26日に放出された。1997年4月11日にシアトルマリナーズと契約。昇格後はリリーフとして6試合に登板したが防御率10.13と結果を残せず、7月23日に放出された。 1997年8月19日にサンディエゴパドレスと契約。契約後は参加の AAA 級ラスベガススターズで先発として3試合に先発登板して0勝2敗、防御率5.6213奪三振の成績を残した。オフの10月15日に FA となった。1998年3月30日にモントリオールエクスポズと契約。 開幕ロースター入り時、リリーフとして1993年以来の50試合登板を記録した。この年は51試合に登板して3勝4敗1、西部、防御率3.7233奪三振の成績を残した。オフの9月29日に FA となった。1999年2月2日にエクスポズと再契約した。開幕後は4試合に登板したが、 4月15日に放出された。1999年4月24日にフルス・ドジャースと契約。リリーフとして49試合に登板して1勝1敗。防御率3.2941奪三振の成績を残した。オフの10月14日に FA となった。2000年2月1日にアストロズと契約。 開幕後はリリーフとして18試合に登板していたが、5月21日に15日間の故障者リスト入りした。6月23日に復帰。復帰後は3試合に登板したが、7月5日に放出され、現役引退を発表した。2000年のシーズン途中から、アストロズ3回 a 級ラウンドロックエクスプレスの投手コーチに就任。同年のテキサスリーグ優勝に貢献した。 2001年はカルロス・ヘルナンデスやティム・レディングの高等もあり、テキサスリーグ1位のチーム防御率を記録し、2年連続の優勝を経験。2002年もテキサスリーグ3連覇に貢献。ブルワーズでのコーチ時代2002年オフに、ミルウォーキー・ブルワーズの投手コーチに就任した。2003年はネット・ヨシト監督の下で、 コーチ1年目を迎えたが、チーム防御率は、リーグ平均を大きく下回る、ワースト3位の5.02位だった。先発陣も、ベンシーツ、ウェイン・フランクリン、マット・キニーの3本柱こそ2桁勝利を挙げたが、4番手の、グレンドン・ナッシュは1勝12敗、5番手の S、オーバー・ミューラーは2勝5敗と、先発投手の不足も露呈し、投手コーチとしては、頭の痛いシーズンとなった。 2004年は、ベン・シーツとダグ・デービスが、リーグ3位体となる24度のクオリティスタートを記録し、チーム防御率が、リーグ平均の4.30を上回る4.24に向上。2005年は、リーグ5位となるチーム防御率3.97を記録。2006年は前年防御率1点台を記録した、クローザーのデリック・ターンボーが不調で、シーズン途中にマイナーへ移動するなど、 リリーフ陣が崩壊し、チーム防御率はリーグワースト2位の4.82位に降格。2007年は前年の開幕投手であるデービスが移籍したが、新加入のジェフ・スーパンの活躍もあり、2桁投手を4人、排出。ターン棒からクローザーの座を奪ったフランシスコ・コルデロが、球団新記録の44セーブを挙げるなど、先発、リリーフともに活躍し、チーム防御率は、 リーグ9位の4.41まで回復した。2008年は防御率1点台を記録した CC サバシアの加入もあり、チーム防御率はリーグ2位となる3.85に向上。チームは地区2位となり、ワイルドカード獲得に貢献したが、ヨスト監督の退任に伴い、同年限りでブルワーズを退団した。レンジャーズでのコーチ時代2008年11月3日に、 テキサスレンジャーズの投資コーチに就任が発表された。2009年は前年リーグ最下位のチーム防御率5.37をリーグ8位の4.38まで改善。2010年はリーグ3位となるチーム防御率を3.93まで向上させ、地区優勝、リーグ優勝に貢献した。2011年はチーム防御率が昨年を上回る3.79を記録。 先発後本柱全員が二桁勝利を挙げ、二年連続の地区優勝、リーグ優勝に貢献した。2012年はチーム防御率が3.99と前年を下回った。2013年はチーム防御率を3.62まで向上させた。 ナショナルズでのコーチ時代2015年11月4日にワシントンナショナルズの投資コーチへの就任が発表され2017年まで務めた2018年シーズンからはセントルイスカージナルズの投資コーチを務めるありがとうございます